とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、久しぶりにここが出ましたね。行きましょう。ゲイル聖域のデイリーチャレンジさんですね。報酬がアーティファクトです。やっぱりね、欲しいんですよ。エレメントのカバンの256。今持ってるのが254と255ですね。まだ256を持ってないので、それを狙いに行きたいと思います。装備はもうオーソドックスな感じで行きます。怒り、英雄、そしてネバネバですね。そして羽とドラとキノコ、こういった感じでやっていきましょう。それではやっていきましょう。はいはい。まあ、無謀英雄ですね。英雄といっても。なので、結構注意して、やっていきまーす。まあ、注意っていうのが、ポーションバリアを切らさないようにっていうことですね。いくぞ。ここが動かないバグがあったんですけども、それも改善されたのかな？ OK。いい感じ。できればパワーポーションを取っておきたい。出ないか。凍結に弱いんだよね。あ、そうか、ここやらなくてよくなったんだ。そう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 、やらなくていいんだ。昔はあそこは絶対やらなきゃいけなかったけども、今はもうわざわざあそこをやらなくても、まあ、よかったんだよね。やっぱりサプライズギフトがむちゃくちゃ発動して矢が枯渇する心配がない。めちゃくちゃいいね、ほんと。 OK。 まあネバネバなんでちょっと矢の消費が激しいんですけども、問題ない。わお、ちょっと待って。おお、すげえな。 OK。 よし。やっぱり HP はね、ちょっと低めです。仕方ないもん、それは。そこはもう仕方ない。おお、ぶっ飛んだな。ぶっ飛んでったな。よし。でも、どんどん突き進んでいきますよ。お金とかは別に必要ないんだけども、まあ、ある程度回収はしながら行くか。OK。中間地点過ぎましたかね。 OK、まあ、このまんまある程度急ぎ目で、行っちゃいましょう。ちょっと矢が少ないんだよね。なのでもう少し出てきてほしいかな。 OKOKOK、うん、意外と矢があの穴に落ちたりして取れなかったりするんですよね。なのでと不足してた。やっぱショート棒系じゃないと、うん、サプライズギフトあっても枯渇する時があるね。 OK。 まあまあどうせキャプテンいたとしても1体ぐらいなので押さなくていいか。うん、まあ、今回はとにかく、うん、出ないな。狙いはアーティファクトなので必要ないでしょう。霊気が嫌いなんだ。霊気が、あ、ヤギが持ってんのか。ならしょうがない。ヤギが持ってるならまあしょうがない。どのタイプだ？ジャンプするタイプじゃないなら嬉しい。OK、OK、OK。うん。これめんどくさくない方。よっしゃ。OK。めんどくさい時もめんどくさいもんね、ここ。あぶね。おお、半分減る。やっぱポーションバリアを切らしちゃダメなんだよね。くる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 けど、この火力の前ではほぼ無意味。やっべOK, OK, 結構矢がいっぱい出てきてくれた。うん、
こんだけ出れば全く問題ない。でネバネバの弓を装備してるのはネバネバでも、リフレッシュがついてるからね。あっちでもリフレッシュするので、まあこの装備には向いてるかなーっていうふうに思ってます。やべえな。おっ、あぶね、よう倒せたね。ダイナモがある程度溜まってた。でもダイナモが5ぐらい溜まってたんですよね。 OK、 ちょっとボスワンパン狙います。うん、ちょっと待って、こいつ浮遊射撃がついてやがる。危ないやつ。あれで浮遊射撃はなかなか厳しいぞ。もういける、いける、いけるか。なんか途中でねわらわら出てきたらちょっとこうめんどくさくなるんで。いやー、あいつがいる。おいおいおいマジか。ん、高速、ああこれ違う違う違う、その辺じゃ。おいってもうめちゃくちゃやりにくい。あ、そうか、そうだった、変更だった。もうこいつ本当にやりにくい。オッケー、あの野郎本当に。まあまあ一回は俺がミスったからしょうがないんですけど、いやいやいや、あいつめんどくさ。よし、ではちょっとボスのところまで急ぎ目でいきましょうか。何やろう。リフレッシュは発動させつつね。でちょっと待って、一応痛みサイクルも様子を見ながらいきましょう。あ、ちょっと待って、これさ影入れれないな。まあ いらんか影は。あ、影はいらんかな。オッケー、で次で痛みがマックスだね。ここはもう指で倒していって、いや、やるぞやるぞ。あ、ああ、あそこにブリューがあるじゃん、影のブリューある。あれでオッケー、ワンパンでいく。よし、オッケー。虚無はないけども、まあドラがあればいいか。ドラ入ってるね。いきまーす。あー、いけてなかった。一応あれだよ、痛みサイクルの最大倍数とダイナモの最大はためてたんだけどね、それでもちょっと足らんかったか。意外と HP、 いやまあ高いっていうのは知ってるけど、いや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 、いけないもんだね。絶対いけると思ったけど。 OK、 まあ終わりだ。いやー悔しいな、ワンパンできなかったのは。まあとりあえず目的の報酬見てみましょう。カバンの256。それでは頼むよ。あはははベスター。はい、それでは戻ってきました。大外れです、ハーベスター254。もうすでに256を持ってますね、これは。はい、ということでまたチャレンジしていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。